でも大丈夫。いいよ。うん。どうも、ハリツドゴシでございますね。今日はですね、カラーバートークということでですね、また長々と喋るというわけで、やってるんですけども、まあ、私一人でやってもね、愚痴とかになっちゃいますんで、ちょっとゲストを呼んでおりますね。ダーリンズの小田さんです。どうもよろしくお願いします。ダーリンズ。ねえ、ダーリンズの。んなことより、ね、カラーバートークの時も、始まりなんですか。まあ一応ね、それを期待して見てる人もいるんで、ね、見てるっていうか聞いてる人ね。うん。いや、多分いねえっすよ。いるんですよ、これが。始まりを期待してるやついるんですか。いや、このカラーバートークのは声しかないんですけど、はい、まあこれ、入れないと、はい、あいつ手抜いてんだろうっていうね、思う人もいるじゃないですか。まあまあまあ、俺のね、なんか、その、深い、はい、考えすぎなのかなという、あれもあるんですけど、ねえ。ああ、そうですかね。まあ、俺はもっと師匠にはね、本当、聞いてるやつはゼロだと思って喋ってほしいですけどね。ゼロ？ゼロだと思って。いいよいいよ、全然、今回はそういう、あれでいいですよ、別に。っていうか、リアルなところで言うと、師匠のあの、このシリーズあるじゃないですか、毎日更新してる。動画ね。はい、動画。カラーバートークって、人気度で言うとどんぐらいになるんですか、うん、人気度ね、マニアックな感じで、まあまああるんですよ。マジですか？一番人気が、ファミコン攻略、うん。絶対あれですよね。あれだろ、うん、俺も見てんだね、お前。いや、俺も全部見てますよね。いや、うん、次が、なんだろうね、ダージーダーとかそういう、なんだよ。なんで次がダージーダーなんだよ。ダージーダー結構あるんだよ。あとまあ、ゲーム関係がやっぱり、ファミ、ゲーム対戦のコーナーとか。わかります。他のやつ、芸人と対戦。芸人と対戦。あれも面白いですもんね。うん。まあ、もちろん全部面白いですけど、あれがやっぱ見やすいですもんね。見やすいでしょ。うん。うん、カラーバートーク、誰が聞いてんすか、誰見てんすか、コアな方が聞くんですよ。いつもの、私のその私生活が知りたいっていうような人がいるわけですよ。あんまりないですけどね。だからこれは、コンセプトとして、普通だったらまあ 3分ぐらいで終わるでしょ。うん、動画だから。はい、だから、まあ、10分、20分ぐらいやるっていうね。カラーバートークは今だかってゲスト来たことあるんですか？ありますありますよ。今まで誰が来たんですか？まあ、なんかライブの打ち上げでいっぱいいたり、まあ、錦鯉の渡辺隆だったり、錦鯉 の長谷川雅紀だったり、長谷川雅紀は結構多いんですよね。その時にやっぱこの見てる回数多いんですか？多くはないですよ。それはファミコン攻略とかに比べたら、それはもうビビったるもんですけど。具体的な数字で教えてくださいよ。1日経過して130ぐらいですね。生々しいなぁ。いや、でもいいじゃないですか。生々しいなぁ。いや、でも、その動画によって、まあ、50とか30とかありますからね。でもまあまあ、130取れたら別にいいかなとは思いますけど、ね。ファミコン攻略ってどんぐらいいくんですか？ファミコン攻略行くときはもう500とか行きます。ああ、やっぱりね。やっぱ面白いもんな。あれ、ファミコン攻略何がいいかってあれですよね。なんか、有野さんの、ゲームセンター CX、はいはい、あれと比べるっていう人が結構多いんですよ。うん、であれは別にそんなに恐れ多いもんじゃないんですけど、うん、その自慢できるもんじゃないですけど、うん、有野さんの、そのゲームセンター CX っていうのは、一応頑張って、有野さんが頑張って、そのクソゲーと言われるゲーム、はい、もう理不尽なゲームをクリアする。クリアしますね。そういう、方向性なんですけど、うん、私の場合は、クソゲーをやって文句言うだけっていう。一回もクリアしたことないっていうね。諦めるのも早いですね。早いんですよ。うん、ミシシッピのやつ俺見ましたけど、ミシシッピ殺人事件のやつ。あんたボイラー室でずっとラップ歌ってた。そう。方向性が違うんでね。ああ、なるほどね。だからファミコン攻略なんかも結構待ってましたとかっていう人いいんですよ。あれ待ってる人ちょっとどうかと思います。いや、俺マジで思うんですけど、師匠絡みの人、やっぱどうかと思いますよ。何いやー、なんか、どうかと思います。どういうことそれはもちろん、いい意味も含めてですけど、いや、どうかと思うんですよ。何がなんていうか、まあ、例えば、つい1ヶ月ぐらい前とか、師匠の単独、芸商でやったじゃないですか。やった。あれも、3時間ね。3時間で。3時間半だって、今回。3時間半。で、ぶっちゃけ客、
満帆だったじゃないですか。満帆ってな。俺あれに来る客どうかと思いますよ。いやお前お金出して来てんだからお前。いやいやそうですけど、うん、だからもうこれはいい意味悪い意味まあどっちで捉えてもらっても構いませんけど、うん、いやでもどうかしてると思いますよ。そうですかね。うん。いやでもあれは結構いろいろ年1回の俺も楽しみであったり、はい、お客様楽しみにしてたり、でその俺のその1年の生産という意味でやってるんですけどね、うん、あのいろんな新作のモノマネをやったり、うんうんうん、新作でやってない芸風のネタをやったり、うんはいはい、ねえだからその1年の生産という意味ではすごい役に立ってるんですけどね。いやいやそのだからやってる師匠には俺はやっぱすごいとしか思わないし、うん、もちろん面白いとしか思わないんですけど、うん、俺が言ってるのは見に来る側のやつでしょ。それいいだろ別に。それはいいでしょ。しかもお金払って見に来る側のやつはやっぱどうかしてる。いや結構高いんですよ。あれ2500円しますからね。そうでもでもサービスすごいですよ。すごいサービスしますよ、うん、あの特典のねあの DVD がついてみたり、うんうんうん、特典のその来場者特典のノートがついてみたり。いやそうですね、うん、1個前はあのクリアファイルがついてみたり。ああそうでしたね。すごいんじゃないですか。腑に落ちない。何が腑に落ちない。なんかリアルに言うと、うん、俺はまあ もちろん毎回見に行かさせてもらってるじゃないですか。そのねなんかあれはすごく分かるんですよ、うん、男の人、うん、男性の方一人で来てたり、うん、まあ男性の方二人で来てたりとか、うん、でなおかつすごく童貞臭がする方もしくはもうのいやものすごくプロレス臭がする方が来るのは分かるんですけど、分かる分かる俺も分かるよ。よく見ると小綺麗な女性の方とか、うん、いるね。もしくはカップルの方来るじゃないですか。カップル来る来る。おいおい、いやどうかしてるでしょあれ。なんでだよ。いや365日日々来ててなんでハリウッドザコシショウの単独来たいのかな。だってお前のとなんだっけ幼馴染のねえ友達のカップルがハリウッドザコシショウ東京見物に来たいっつってな。そうなんですよ。おいで東京見物来てお前でお前がなんか同級生だから、はい、どっかちょっと案内してくれよって頼まれたんだろ。はい、そうでどこ来たん東京のどこ来たんって言ったら、ディズニーランドとハリウッドザコシショウ単独ライブしたんだろ。あそいつの方がどうかしてるじゃないかお前。正確にはディズニーランドとスカイツリーとハリウッドザコシの単独行きたいって言われて俺どうかしてるな。確かにな。いやしかもそいつは学校の先生なんですよ。あそうなの。そんなやつが日々生きててハリウッドザコシの単独に行きたいってなります。でねその男のお前の同級生はおありがとうございましたって見たのに楽しかったですって。いやめっちゃ喜んでましたよ。嫁さんどうだったっけ。嫁さんは、うん、ゲボ吐きそうな感じ。確かにな。あれは初見だったらちょっとなゲボ吐くわ。なんかでもその件に関して言うと俺はすごく嬉しかったんです、うん、なんか中学の友達だったんですけど、うんうん、そんなに頻繁に連絡取るやつでもなくて、まあ、今回それこそ20年ぶりぐらいに会ったんですけど。なんだっけ九州だっけお前。俺は九州なんで鹿児島なんで。なんか20年ぶりに会う友達が行きたいとこがハリウッドザコシショウの単独っていうのを聞くと、ああ多分まあそのやっぱ中学の時から気は合ってたんだろうなって思ったっていうか。あ確かにね。それはすごい感動しましたけど。いやでも気持ち悪いでしょ。気持ち悪いって言うんじゃねえよお前。いろいろお前俺も宿泊してやってんだからお前。何なんですかそのちょっと今お客さんに気使うみたいな発言。じゃあお前いろいろ来年の単独だって思うな。今回は3時間の単独やったんだけど、うん、3時間長えっつって 2days にしようと思ってんだよ。ああいいじゃないですか。来なくなったらやべえだろお前だってお前。いやでも本当に師匠のファンだったら来ないっていう選択肢もあるんじゃないですか。なんでなんでなんですよ。なんでよ。いや困らせてやりてえ。これお前一番最初に単独やるってさ、うん、警察沙汰っていう単独やったの。あーやりましたね。シーズン1だよ、うん、でそれでないろいろその時は、うん、もう初めてやったから分かんなくて、うん、ねいつもやったらその単独の特典とかつけるか、うん、でなんでつけるかって言ったら予約が入んないんだよね。あーなるほどね。でシーズン1の時にもう1週間前に予約数が7だったんだよ。 7? 単独ライブで7って言うよ、怖えじゃん、うんうん、で7 で1週間にズバババって50件ぐらい来て、うん、まだそれは助かったんだけど、うん、
もうそれはやべえってなって、うん、だから単独のその特典つけるようにしたんだよ。そしたらだいぶ変わりました。だいぶ変わったね。やっぱ単独その予約しないと特典がつかないってなると、やっぱみんなあの予約してくれるんだよ。いやでも俺マジで師匠の単独来る人どういう人なのかすげえ知りたいんですよ、ね、どう見ただろお前。まあ見ましたけど、うん、まあもう一人一人になんか尋問かけたいっていうかまあ尋問っていうか、まあ、正確には職質をかけたいんですよね、うん、お前だってじゃあ客出ししてる時お前ちょっと刑事みたいな格好してちょっと今日職質すりゃいいじゃん。いやしたいですよもうまず年収言えこの野郎って、うん、いやなんなんまあなんかねなんか複雑というかまあまあまあいろいろね、なんか本当になんかまあ師匠のことをまあいっかまあまあまあでも好きで、いや好きで見てくれるんですから、うん、それはねすごいありがたいですね。でも芸人もほぼ見てくる事務所のやつだから見に来て、うん、文句も言わず見てくれて3時間だよ、うん、あんなもん長えよな、うん、俺もちょっと反省したから、うん、今回来年はあの2デーズにして2時間2時間でしようかなと思ってね。だからもうみんな言ってますけど、うん、師匠が同じこと何回も言う癖直したら、うん、あの単独1時間半で終わるっていう噂ありますか。いや違う違う、あのねあの同じボケを連発するから面白いってなんだよな。テクノでしょ、テクノでしょ、テクノ。そう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 、そうですね。なんか俺が言うとまた悪意があるんでね本当ねえ、で今日はあの事務所ライブだったんですよね、はい、SMA トライアウトライブ金の卵、ねはい、そうですね、今日はあの一緒にライブやったんですよ。いややりました、ね、どうでした、うん、いや今日はね久しぶりに、うん、バイキングさんが、うん、来てたね、バイキング来てましてね、でネタもやってくれて、うん、で今まさに打ち上げを行ってきて、バイキングの小峠さんが、はいはいはい、その打ち上げ会場にも来て、散々もう 3,4 時間ですか、うん、飲んでからがこれだったじゃないですか、うんうん、ちんちんに小峠さんに怒られたからネタのことに関してネタのことに関してちんちんに怒られたから今とにかく気分が悪いまあまあね、小峠さんにちんちんに怒られたから実力者ですからね、実力者に、いやそれがやっぱ嫌ですよ、あんな実力者にちんちんに怒られた、本当に、いや気分があるよ本当にお前あれだ、あのあ今ちょっと飛び入りできましたけども、あいつとあの錦鯉の錦鯉のあの渡辺君です。どうも渡辺です、よろしくお願いします。カラバートークってこんな雑でいいの？いいよ、もう全然いいですよ。とりあえずお前でも寝起きだろお前、明日ネタ考えないといけないんじゃないの？明日ライブだろ？そうです、明日までネタ4本作らなきゃいけない。今何本できてんの？0本ですよくできたね、結局お前打ち上げ早く終わって、ネタ考えないといけないなって、早く上がったじゃないですか。早く上がったじゃないですか。打ち上げ早く上がってスキヤで2人でビール、ビール2本飲んでますからな。なんでだ。なんだよお前。どうしようかって。ネタの構想を考える感じでビール2本飲んじゃって。だってお前ね、打ち上げで結構飲んでたよ。でもまあ3杯ですよ。3杯。はい。打ち上げ3杯飲んで。それで、それでスキヤでビール2本飲んで。2本飲んで。瓶ビールね、2人。そりゃもう酔っ払って寝ちゃうわ。で帰ってきて501本ですよ僕は、ね。また飲んでんの？え、朝本番？朝本番ですよ。もう7時半当日の今何時ですか？3時前ぐらいですよね。そう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 。へえ。やべえじゃん。よく平常心に入れんね、お前。で何を混乱する必要があるんですか？でも結局やっちゃうからすげえんだよ。やっちゃうから。まあね。で、これね、アイス好きなことってことで。他のプリンとか。いいよいいよいいよ。いや、ほいで、さっきも言ってたんだけど、はいはいはい、さっきバイキングが来てて、今日どうしたの？お前らが書いたと、小峠さんにチンチンに怒られたの。どうしたの？ちょっと待って、小田くん涙目じゃないすげえシンプルに言ったら、ネタがクソつまんねえって、チンチンに怒られた。チンチンよ、いいじゃないですか。チンチンに怒られた、まあ、そんな、いろいろね、いろいろ言ってくれる先輩なんかいないよ。いや、そうよ。よくないよ。よくねえよ。
本当に本当にじゃん。小田君本当に。一時は小峠がよ。うん、いやいやまあまあそれもちろん言ってもらいたいのは嬉しいけど、ね、単純にその瞬間的な話で言うとね、うん、その真の部分で言うと嬉しいよ。でも瞬間的な話で言うと、うん、すげえ酒がまずかったよね。なるほどね。そうそうか。そりゃそうだよな、ね。あんなチンチンに怒られた。え、何名指しでってこと？あのね、言うと全体的に言うと。うん、あのあこの小田の相方リンス、はい、松本リンス君が、はい、あの酔っ払って、はい、あのせっかくだから、はい、こんな機会ないんで、はい、小峠さんに、はい、あの僕ら、はい、どうしたら売れますかね、なるほどって聞いたのよ、はい、あそしたら小峠君が、はい、あの言っていい、はい、いや本当に言うよ、厳しいけどいい、うん、お前ら思んない。ちょっと待って、厳しすぎるでしょ。いや厳しいよな。それをチャンピオンから言われたんだよ、うん、酒がうまいわけないと。いやでも直していくっていうね、去年のもう今日のチャンピオンだからね。そうそうそう、現チャンピオンだからね、まだ、うん、そうだよ、そうだな、うん、そうですよ、明日、はい、キングオブコントの新チャンピオンが達成しますけども、だからバイキングさんのチャンピオンとしての権力がね、使えるのは今夜までだったよ。まあそうだ、そうだ、そう、最後の権力をまだ俺らに使って。名指しじゃないでしょ。いや名指しだよ、名指しなんだ。何人かいないじゃないですか、安藤も。いやリンス君が聞くから、うん、それはあいつはあいつなりに言ったわけですよ、ただあの小峠英二って男は、うん、何がすごいってやっぱり嘘をつかない。まあね、うん、そう確かに、それ分かってっから酒がまじい。十分俺も知ってっから酒がまじいんで、うん、そうですよね、本当に酒がまずい、うん、ね。